キャプテン・マーベルは2019年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。マーベル・スタジオ制作、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ配給。様々なマーベル・コミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱うマーベル・シネマティック・ユニバースとしては第21作品目の映画である。マーベル・コミックのアメリカン・コミック キャロル・ダンバースの実写映画化作品で様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱うマーベル・シネマティック・ユニバースシリーズとしては第21作品目の映画となる。監督と脚本はアンナ・ボーデン・トライアン・フレックが務め、またメグレ・フォーブ、ニコール・パールマン、ジェネバ・ロバートソン・ドゥーレット、リズ・フラハイブ、カーリー・メンチラが脚本に参加した。 ブリー・ラーソンがタイトルロールを演じ、サミュエル・エル・ジャクソン、ベン・メンデル・ソーン、ジャイモン・フン・スー、リー・ペース、ラシャーナ・リンチ、ジェン・マチャン、アルゲニ・スペレス・ソト、ルーン・タムティ、マッケナ、グレース、クラーク・グレッグ、ジュード・ローラが出演する。本作は1995年を舞台に、1971年のコミック、クリース・スクラル・ウォーのストーリーラインの要素を含みながら、 ダンバースがキャプテンマーベルとなる物語を描く。女性が単独主役のマーベルコミック原作映画は過去にレッドソニア、エレクトラがあるが、マーベルスタジオ制作の単独映画やマーベルシネマティックユニバースの映画としては初となった。1995年、クリー帝国の首都となる星、原でクリー人のエリート特殊部隊スターフォースに所属するバースは6年前に クリーによって拾われ、超人的な特殊能力を得た女性である。バースは繰り返し見る悪夢に苛まれており、スターホースの司令官、4ロックの訓練を受ける日々を送っていた。ある日、彼女は、クリーの人工知能、スプリームインテリジェンスに、自身の感情をコントロールするよう促される。バースは、宿敵、スクラルが潜伏する星トルファでの救出任務中、スクラルの シリエータロスによって囚われ、失った記憶の一部を探査される。隙をついて脱出することに成功するが、彼女は付近にあった惑星 C-53 個と地球のレンタルビデオショップブロックバスターに墜落する。なんとか、スターホースに連絡を取ったバースに、戦略国土調停補強配備局のレベル3、エージェントニック・フューリーと新人エージェント、フィル・コールソンが接触する。 バースの話を口頭向けだと信用しないフューリーだったが逃走した敵を追うバースの追跡中、隣に座るコールソンはスクラルが化けていたことを知る。彼は SHILD 長官ケラーと共に倒したスクラルの解剖を行い、結果として彼女の話を信じざるを得なくなり、単独でのバースとの接触を命じられるが、ケラーもまたスクラルが化けていた。 バースとフューリーは意見交換を行い、失われたバースの記憶を手がかりに、アメリカ空軍基地のプロジェクトペガサス施設へ向かう。施設にてバースは、悪夢に出てくる女性こと、ウェンディローソン博士が設計したエンジンのテスト中に、死亡したとされる女性パイロットが自身ではないかという仮説にたどり着く。フューリーが独断で援軍を呼んだ結果、ケラーに化けていた。 スクラルジンタロスの襲撃を受けるバースとフューリーだったが、コールソンの助けもあり、ローソン博士が隠していた猫のグースと共に、クイーンジェットで脱出する。ルイジアナに到着した彼らは、ローソン博士を知るマリア・ランボーと接触する。そしてついに、バースは、自身の正体キャロル・ダンバースへとたどり着く。キャロルは回収された、ブラックボックスにより、スクラルの真実。 そしてローソン博士の正体と誰が殺害したのかを知る。そしてガンバースは飛行機に積まれたライトスピードエンジンを破壊した際、そのエネルギーを吸収し、強大なパワーを得ると同時に記憶を失ったのである。キャロルはローソン博士の意志を継ぎ、ライトスピードエンジンのエネルギーコアが眠る、不可視のラボを探すため、フューリー、タロス、服装重視として乱暴。 そして猫のグースを連れ宇宙空間へ出る。ラボにあったエネルギーコアの正体はローソン博士が四次元キューブと呼んだインフィニティストーンの一つ空間を司るスペースストーンを内包した青白い立方体であった。やがてスターォースがラボに現れる。彼らは宿敵スクラルジンとヒューリーを捕らえるとキャロルをスプリームインテリジェンスに接触させる。ダンバースは 自らの意志で力を抑制していたクリーのインプラントを外し、自身がすべての能力にアクセスできるようになる。猫のグースことエーリアン、フラーケンが四次元キューブを飲み込むと、フューリーは自身の左目と引き換えにグースを回収する。そして、暖房の操縦でタロスと彼の家族と共に地球へ帰還する。キャロルはその力でスターホースを圧倒すると、 ロナンジ・アキユーザーのミサイルと彼の軍艦の一部を破壊し、退却させることに成功する。地球では、かつての上艦であった4ロックを圧倒し、腹に強制帰還させる。すべてが終わると、キャロルは銀河の2倍の距離まで届くよう改造を施したフューリーのポケベルを彼に返却する。そしてスクラルたちの新天地を求めて出発した。そしてフューリーは、 キャロルのようなヒーローたちを集める計画を立案する。キャプテンキャロル・アベンジャー・ダンバース。彼女のコールサインであった、アベンジャーの文字が書かれた、キャロルの写真を手に、彼は計画の名称を書き換えるのであった。ミッドクレジットシーン。23年後の地球。インフィニティ・ウォーで起きた全宇宙の半分の生命の、消滅になすすべなくたたずむスティーブ・ロジャース、ナターシャ・ロマノフ、ジェームズ・ローリー、 そしてブルースバナー。フューリーが消滅の直前にアクティブにしたポケベルが突如、通信を停止すると、音もなく、現れたキャロルは4人に、フューリーの所在を尋ねる。ポストクレジットシーン。1995年、フューリーの机の上で、猫のグースが飲み込んでいた四次元キューブを吐き出して、物語は幕を閉じる。キャロル、キャプテン・マーベルのツールは、 彼女が記憶を失っていた頃から使用していた、スターホースのものをそのまま、流用、アレンジしている。クリーのビークルスクラルのビークル地球のビークル、この他にも、トヨタカローライフ x a e 8 2 h が、ロサンゼルス市系のパトカーとして、キャロルの改装シーンで、回 -22 ラプターが、ペガサス計画の実験施設の格納庫で、b ナスピリットや回 -35 などが、 登場する。本作は、マーベルシネマティックユニバースのタイムライン上では、キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーとアイアンマンの間となる時代を描いた作品であるため、本編中における他のヒーローとのクロスオーバー自体は存在しない。ただし後の年代に登場する人物やアイテムの歴史を垣間見ることができる。2013年5月までに、ミズ・マーベルのスクリープとが、 マーベルスタジオのために執筆された。プロデューサーのルイス・デスポジートはその年の後半、スタジオが女性のスーパーヒーロー映画に興味を持ち始めたと述べており、強い女性キャラクターを描くにあたり、キャプテン・マーベル、ブラック・ウィドウペッパー・ポッツ、ペギー・カーターが候補にあったという。マーベルスタジオ社長のケビン・ファイギは、マーベルが女性が主役の映画を作るとしたら、 オリジンストーリーを描けるキャプテンマーベルのようなキャラクターを MCU に迎えたいと述べた。2014年8月、ファイギーはブラックパンサーとキャプテンマーベルを扱った作品の制作が進行中と発表し、これらの企画はファンによく質問される。アイアンマン4よりもアベンジャーズ3よりも、この事実は注目しなければならないと思っていると述べた。2014年10月、 ファイギーはキャプテン・マーベルをマーベル・シネマティック・ユニバースのフェーズ3として2018年7月6日に公開することを発表し、本作がマーベル・スタジオ単独としては初の女性が主役の映画となった。映画はキャロル・ダンバースのバージョンに基づくことも発表され、ファイギーは重要なことは私たちが何をしたいかをはっきりとすることだ。彼女の冒険は地球に根付いているが、 彼女のパワーは宇宙規模のものだと述べた。ファイギは脚本家と監督は間もなく発表されるとし、女性のフィルムメーカーが検討されていることも加えた。2015年2月、マーベルは本作の公開日を2018年11月2日に延期した。4月上旬にファイギはアベンジャーズエイジオブ ウルトロンの初期のドラフトには、キャプテン・マーベルが登場していたものの削除していたことを、明かし、理由として、このタイミングではないと感じた。彼女がどんな人物かを知る前にコスチュームを着て、完成した姿で飛んでいるのを見せたくなかったと、述べていた。また、本作の脚本家を2週間以内に発表すると述べ、4月中旬、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの共同脚本家、 ニコール・パールマンとインサイドヘッドの共同脚本家、メグ・レフォーブが脚本を担当することが報じられた。彼女らは別々でキャラクターを描いていたが、ファイギの決定後は一つの脚本チームとなり、1ヶ月以内に作業が開始した。レフォーブは、スーパーマンの呪いにもつながる、可能性のあるパワフルさがある中で、彼女の脆弱性が何かという点こそ、 私たちが把握しなければならないものだと述べた。同年5月までに、マーベルは、キャプテン・マーベルと、ブラック・パンサーの監督について、エイバ・デュワーネート議論を行っており、ファイギも多くの監督候補の中で彼女と会い2015年、半ばから後半までに監督としての決定を予定していた。同年9月、ファイギは、キャスティングは2016年まで行わないと述べ、 キャロル・ダンバースを誰にしたいのか、映画の構造はどうなるのか、フェーズ3の映画の中で、彼女の役割は、どのようになるのかを見極めながら、現在は脚本に取り組んでいると述べた。プロデューサーのジェレミー・ラッチャムは、キャラクターを生み出すのには、責任が伴う。私たちは、彼女を誰が演じるかを知る前に、彼女が何者かを見極める必要があると述べた。2015年10月、 マーベルは再び公開日を延期し、2019年3月8日とした。キャプテンマーベルのプロモーションをするブリー・ラーソン2016年4月、ファイディは2ヶ月以内に監督が発表され、最初のキャストも2016年半ばに発表されると述べた。また本作で、キャロル・ダンバースがキャプテンマーベルになる旅が描かれることも明かした。翌月、インディーフィルムメーカーのエミリー・カーマイケルの名前が、 監督候補として浮上し、6月にブリー・ラーソンがキャプテン・マーベルを演じることが明らかになった。ラーソンの出演は2016年のサンディエゴのコミコン、インターナショナルにて正式に発表された。またコミコンで、ファイギーは監督候補が10名に絞られており、夏の終わりまでに決定したい旨を述べた。8月、パールマンはグリーンランタンと類似していることから、 キャラクターのオリジンストーリーを変更したことを明かし、ファイギーは彼女の物語を描くのにとてもクールでユニークな方法があると思っている。限界と脆弱性に直面するダンバースが軸になっている。彼女は MCU で最もパワフルであり、ユニバースで非常に重要なキャラクターになるだろうと述べた。プロデューサーのネイト・ムーアは後に MCU のオリジンストーリーの伝統的な構造を まず問題を抱えている主役が登場し、第一幕の最後で力を得る。第二幕の最後で力を使いこなす。第三幕で同じような力を持ったヴィランと戦うと説明し、観客に新しい経験を与えるために、そこから脱却しようとしていることを述べた。2016年10月、ファイディは監督の発表が当初の想定より長くかかっていることを認め、 スタジオがもう少しストーリーが固まるのを待ちながらポテンシャルのある監督たちと交渉していることを明かした。女性監督を任命することに関して再び言及されるとファイギはキャプテンマーベルを素晴らしいものにするための必須条件ではないが重要なことだと思っていると述べた。ファイギは2016年末までに監督を発表するとしたがパールマントレフォーブが12月頃に 脚本のプロット作業に入り、監督候補とのミーティングは2017年初頭に延期された。パールマンとレフォーブは脚本に任命されて約1年が経っていたが、2017年2月に交番となった。パールマンは遅れの理由の一つは、本作が MCU のどこに位置づけられるべきか見極めていたためと述べている。2017年4月、マーベルは、 数多くのミーティングを経て、テレビと映画の両方で経験を積んでいる、アンナ・ボーデンとライアン・フレックを監督に任命した。ファイギは、ボーデンとフレックが彼らの全作品で、キャラクター主導の作品を作る能力を発揮させている、ことに感銘を受けたと述べている。撮影は2018年1月に、ジョージア州のファイエット郡のパインウッドスタジオで、開始予定だったが、 その後ファイギーは2018年2月まで開始しないとした。2017年7月までにサミュエル・エル・ジャクソンのニック・ヒューリーとしての出演が決定した。2017年のサンディエゴ・コミコンでファイギーは本作の舞台が1990年代でヴィランとしてスクラルビトが登場し、コミックのクリー・スクラル王のストーリーラインからの要素が含まれていることを明かした。また、 舞台を1990年代に設定したことで、ダンバースを単体のヒーローとして、MCU のタイミングに組み込むことができたと述べた。ディズニーアニメーションの新作、ギガンティックの共同監督となり、本作を交換したレフォーブの公認として、ジェネバロバートソン・ドゥーレットが8月中旬までに、脚本作業を引き継いだ。パールマンもプロジェクトを離れたことを認めつつも、 自身とレフォーブによる初期のドラフトは最終脚本にも残っていることを述べた。ロバートソン・ドゥーレットは本作をアクションコメディと表現し、彼女が脚本を務めたトゥームレーダーファーストミッションのドラマチックなトーンになる前の初期の脚本になぞらえた。ファイギは本作はターミネーター2やストリートでの戦闘やカーチェイスなどといった90年代のアクション映画のオマージュを含んでいる。 1990年代のアクションのジャンルはまだマーベルスタジオが探求してこなかった分野だと述べ、また本作の大部分が宇宙空間で展開されることも明かした。同年10月までに撮影が2018年3月に始まることが決定した。ファイディは本作の後に公開されるアベンジャーズ4で MCU のフェーズ3を締めくくる上で、 本作が重大な役割を担うことを述べた。また、監督のボーデンとフレックの作品、ワイルドギャンブルへの出演経験を持つ、ベン・メンデルソーンがメインヴィランとして出演交渉に入った。ボーデンらは本作に関与し始めた時から、ヴィラン役としてメンデルソーンが念頭にあり、彼に会って役を伝えると、彼はすぐに出演に同意したという。11月までに、ジュドローが、 ウォルター・ローソン、マーベル役として出演交渉を受けた。2018年1月、デワンダ・ワイズが未発表の役でキャスティングされ、メンデルソーンとローは出演が確定となった。ロケーション撮影は2018年1月末に行われた。翌月、ジェンマちゃんがドクター・ミネルヴァ役としてキャストに加わった。3月中旬、ワイズは彼女のテレビシリーズ、 シーズ・ガッタ・ハブ・イットとのスケジュールの競合で降板となり、翌日には代役としてラシャーナ・リンチが出演交渉を受けた。月末までにリンチは出演が決定し、さらにジャイモン・フンスー、リー・ペース、クラーク・グレッグが再び彼らの役コラス、ロナン、フィル・コールソンを演じることが報じられた。また、アルゲニ・スペレス・ソとルーン・タムティ、マッケナ・グレースらの出演も決定した。 同時にマーベルは、監督のボーデンと、フレックや、これまでの脚本家、レフォーブ、パールマン、ロバートソン・ドゥーレットに加え、新たな脚本家として、ディズ・フラハイブとカーリー・メンチのクレジットを発表した。主要撮影は2018年3月19日に、ロサンゼルスで開始した。撮影監督は、ベン・デイビスで、彼は制作中の、ウォーバードと並行で撮影を行った。 彼の MCU 作品への参加は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、アベンジャーズ、エイジ・オブ、ウルトロン、ドクター・ストレンジに続く4作目となる。週の後半には、カリフォルニア州のオックス・ナードのジム・ホール・レーシング・クラブで、ダンバースト・フューリーが登場する1986年のカーニバルのシーンが撮影された。5月、アネット・ベニングが未発表の役にキャスティングされた。 カリフォルニアでの撮影パートは6月23日に終了し、ルイジアナ州のバトンルージュとニューオーリンズでの2週間の追加撮影を経て、7月6日に公式に撮影終了となった。2018年5月、クラーク・グレッグは本作のサウンドトラックには1990年代の楽曲が含まれるだろうと語った。翌月、パイナート・トプラックが MCU では初となる。 女性作曲家として音楽を担当することが報じられた。本作はアメリカ合衆国で2019年3月8日に IMAX と 3D で公開。当初は2018年7月6日に公開日が設定されていたが2015年2月スパイダーマンホームカミングとの兼ね合いでの2018年11月2日に延期が発表され2015年10月 アントマンアスプとの兼ね合いで再び延期が発表された。2017年4月 NBC オリンピックは2018年ピョンチャンオリンピックのクロスプロモーションとしてキャプテンマーベルに着想を得たスキースーツを着たアメリカのスキーヤーミカエラ・シフリンの写真を公開した。映画のコンセプトアートは2017年のサンディエゴコミコンで発表された。 2018年6月、ファイギはシネヨーロッパにテラーソンによるダンバースの姿を公開した。本作は批評家から概ね賞賛を受けている。ロッテントマトズでは映画批評家が78%の支持評価、また平均評価は10点中6.81点となった。一方で公開前から異常なバッシングを受けたことで大きな話題となった。一部のものが 女性ヒーロー映画であること、主演のブリー・ラーソンがフェミニズム活動を展開していることなどへの反発を理由に批判を開始。ロッテントマトズでは嵐投票が相次ぎ、劇場公開前に作品の期待度を数値化するスコアが激減。ロッテントマトズ側がシステムを大幅に変更する事態となった。さらに劇場公開後も嵐行為は続き、 公開直後としてはありえない数のレビューを記録、オーディエンススコアは30%台まで低下した。その後も、レビューサイトの運営側は対策を行ったものの、評価の適正を判断できる状態ではなくなってしまった。その後、ロッテントマトズでは嵐行為に対応するため、実際に映画のチケットを購入した人による認証レビューの機能が導入された。しかし、興行収入は、 順調に記録しており、このような一連の嵐行為は映画の興行には全く影響を与えなかったと言われている。ありがとうございます。